MMPV 計画により選定された RGE-33MMPV はアメリカ陸軍によって進められている対地雷性能を持った総輪装行車調達プログラムの名称であるアメリカ海兵隊で進められているエンラップ計画と類似する内容である MMPV 計画はアメリカ陸軍により進められている総輪装行車の開発調達計画の一つである 目的は、地雷や爆発物処理を行う、公平部隊や爆発物処理班が危険地域での活動を安全に行えるよう、地雷やアイドなどの爆発物から乗員を防護する性能を持った送輪装甲車を調達することである。アメリカ陸軍の広報官によれば、陸軍の MMPV 計画と海兵隊の円ラップ計画が分かれており、細かい要求仕様や、 計画のスケジュールが異なるのは、調達戦略や、性能の主社選択が異なるからであるが、要求される、装備品の性能そのものという観点で言えば、両者は、ほぼ同等の内容であるとのことである。イラク戦争後の中流期に、地雷やアイドによる被害が多発したことから、この種の装甲車の取得が急がれることになり、エンラップ計画の方が進んでいったことから、 アメリカ陸軍も海兵隊のエンラップ計画に基づく、車両選定、調達を行い、部隊配備、運用している。しかしながら、MMPV 計画もキャンセルされたわけではなく、2007年には、MMPV の車種として、r g 3 3が選定され、導入契約が結ばれた。戦車、車両研究開発技術センターにより提示されている。 MMPV の要求仕様は以下のような内容である。2007年12月、ベーシステムズの製造する RG-33 が MMPV 計画に適合する車種として選定された。約22億 US ドルの予算で2500両の RG-33 の導入契約が結ばれ、2015年末頃までにアメリカ陸軍の公兵部隊、 爆発物処理部隊に部隊配備される予定である。2008年4月には1億3200万 US ドルで179両が発注され、2008年5月から8月に最初のテスト車両9両が納入された。ありがとうございます。